異端審問官護衛の際、たびたび襲撃を受けた。さて、あなた方が私を襲った理由を聞かせてもらいましょう。復讐だ！貴様は村を邪教徒の隠れ里と抜かして、村人全員を焼き殺しやがった！女子供に至るまで一人残らず！確かに不幸にもそのようなことがありました。しかし拙僧は神の教義に従い、公正に判決を下したまでです。何が公正だ！俺たちはただ飢饉で、寺院へのお布施を一時的に中断すると申し出ただけだ！それを一方的に！天誅だ！貴様にこそ天罰を下してやる！天誅、天誅、天誅だと抜かすか！この不心得者が！僧侶に弓引く廃教者の分際で、こともあろうに天誅だと！貴様らのような輩に、いや、この地上では我が法王朝を置いて他に神の代弁者たる資格は何人たりにも許されてはおらぬわ。ファルネーゼ殿、貴兄はこの者たちにはどのような処分がふさわしいと思われますかな。僧侶殺害を企てた者には家計か車輪引き刑が課されます。ご名答、素晴らしい。さすがは栄えある聖鉄砂騎士団団長殿です。大したご見識だ。私の権限をもってこの場で簡易裁判を執り行います。判決、被告全員を車輪引きの刑に処す。さて、追っ始めるか。どう？昨晩親方が剣を打ち直してくれたんだ。それからこれ、俺が考えた火薬を使った新しい武器。こりゃいいぜ。この辺りで聖地って呼ばれてる場所に心当たりねえか。それもなんつうか、羊飼いとかが大勢集まってるような。そういえばここから街道を3日ほど行くと聖アルビオン寺院っていう古い修道院があるよ。なぜだか知らないけど断罪の塔とかって呼ばれてる。もしかしてそれのことかな。今は難民で溢れてて、聞いた話だと邪教徒が紛れてたらしく、近々法王朝から異端審問官が派遣されるらしいよ。いわゆる魔女裁判ってやつだね。俺はキャスカがそこにいる可能性は低いと思うよ。遠いし根拠もないし。根拠はあるさ。根拠はある。藁をもつかむってやつだが、今は信じるしかねえ。わかんないけど、いろいろあったんだな。こいつにこんな顔させるキャスカってどんな人なんだろう。じゃあ行くぜ。ガッツ、キャスカのことを頼んだよ。そして必ずここに戻ってきて。
今夜もお出ましか。一息つけるかな。なんだろう、悪そうなのがゾロゾロと。このガキてめえ、まずいよ、子供が。おめえ何者だ、あのガキの仲間か。変なのに巻き込まれちまったな。エコスケ、お前食い物持ってるな。お礼はそれでいいぞ、気を使わなくても。うお、お前エルフなのか。なんだあのバカでっけえのは、剣なのか。強すぎる。やべえ、クシャンの奴らだ。囲まれてる。ほれ、ガキンチョはこっち、じっとしてて。な、何言ってんだよおめえ。わかんねえのかこの状況が。ぶっ殺されんぞ。なんなんだおめえら、道開けろ、急いでんだ。
くだらねえことで時間食ったぜ。ちょ、待てよ。お前一体。追うな、もうよい。今我らのすべきことはただ一つ、神託の地を探ることのみ。見つけた。あいつ昨日の昼から丸一日半走り通しやがったんだ。運よく難民の馬車に便乗できなかったら見失ってたぜ。お主、剣士か。俺はパック。人に名を尋ねるときはまず自分から名乗るがよい。石泥。お前、昨日から俺をつけ回してるみてえだが、俺に何か用か？弟子入り志願か？それならきちっとマネージャーであるところのこの俺を通してもらわないと。なんじゃねえ！俺は人の下につく気はねえ。剣、持ってんだな。剣士になりてえのか、お前。人は斬ったことあんのか？なめんなよ。人の一人は二人。ま、どうでもいいけどな。あまり俺の周りをうろちょろしない方がいいぜ。俺がどうしようが俺の勝手だ。とやかく言われる試合はねえぜ。ま、そうなんだけどな。おい、待ってくれよ。